曲は何ですか？こんにちは皆さん。今回の動画では皆さんにブルビーニクルについての質問をお聞きしたいと思います。皆さんはなぜブルビーテールの好きな曲は何ですか？またブルビーテールにバラド曲は欲しいですか？それともいらないと思いますか？さらに新メンバーの朝が出ていいようですが、真相はいつ頃わかるのでしょうか？ブルビーテールは独特なジャンルである可愛い要素とヘビーメタルを組み合わせた音楽が特徴的です。彼女たちの音楽に魅了された方々は、その魅力について様々な意見を持つことでしょう。皆さんの中には、ブルビーテールの楽曲の中で特にお気に入りの曲があるかもしれません。どんな曲がお気に入りで、なぜその曲が好きなのか、ぜひコメント欄で教えてください。みんなの、コメントを読みながら、自分と同じ思いを抱いている人を見つけたり、新たな曲を発見することもできるかも。知れません。また、ブルビーテールの曲の中でバラード曲が欲しいと思う方もいるでしょう。バラード曲は、感情を豊かに表現するための重要な要素ですが、ブルビーテールのエネルギッシュな楽曲とは、異なる一面も魅力的かもしれません。逆に、バラード曲は必要ないと思う方もいるかもしれません。皆さんの意見をお聞かせください。さらに、新メンバーの噂が出ているようですが、真相はいつわかるのでしょうか？で、ビームテルファンの皆さんは、新メンバーについての情報を待ち望んでいることでしょう。新メンバーが加入することで、どのような変化が起こるのか、楽しみですね。以上が今回の質問です。皆さんのコメントをお待ちしています。どんな曲がお気に入りなのか、バラード曲についてどう思うのか、新メンバーについての期待などを、ぜひ、コメントで教え。聞いてください。みんなの意見を参考に、より一層楽しい動画を作成していきたいと思います。お楽しみに！動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。